プリゴジン氏、ロシア国防省に脅されたと主張。ロシアの民間軍事会社ワグネルの創設者プリゴジン氏は、前線から撤退した場合国家反逆罪となるとロシア国防省から脅されたと主張しました。プリゴジン氏は9日 SNS で、ワグネルがウクライナ東部の激戦地バフムトから撤退すれば国家反逆罪とみなされるとロシア国防省に脅されたと訴える動画を投稿しました。プリゴジン氏は5日にバフムト撤退を宣言しましたが、その後ロシア国防省が弾薬の供給を約束したとして一転して前線にとどまる意向を示していました。新たに公開した動画では、これまで要求していた弾薬が届いたとしつつも希望する量の 10% にも満たないと不満を述べています。弾薬供給は要求の 10%。 ワグネル創設者ログン上層部を非難。ロシアの民間軍事会社ワグネルを率いるエフゲニー・プリゴジン氏は9日、ロシア軍上層部がワグネルの戦闘員を支援せず、ウクライナ東部の激戦地バフムート近くの前線維持にも失敗したと非難した。プリゴジン氏は、ロシア国防省のある部隊が我々の側面の一つから逃げ出し陣地を放棄した。幅2キロ近く、奥行き500メートルほどにわたって前線が空白になった。どうにかワグネルがその穴を埋めた、と述べた。さらに、弾薬が十分に供給されればワグネルがバフムートを制圧できるだろうが、ロシア政府は当初の約束を撤回したと指摘した。プリゴジン氏によると、政府は弾薬供給を7日に約束したという。同氏は翌8日朝、政府がワグネルの求めるもの全てを供給するとの命令を出したと述べた。だが、その後供給されたものは要求のわずか 10% だったという。我々はあからさまに嘘をつかれた、と同氏は述べ、責任はロシア軍制服組トップのゲラシモフ参謀総長にあるとした。プリゴジン氏は、参謀総長が今朝全ての数字を修正し10分の1に減らした、と証拠を示さずに主張。さらに、このまま行くと戦えなくなると危機感を示した。ただし、ワグネル戦闘員はバフムートから撤退せず、もう何日かは頑張る、という。我々の今日の敵はウクライナ軍ではなくロシアの官僚だ、特に戦争に近いところにいる官僚だ、と述べた。そして、砲弾は倉庫にある、産業界がこれらの予備を生産しているが部隊に提供される代わりに倉庫に備蓄されている。それが何のためなのか誰も知らない。敵を殺すのに砲弾を使う代わりに彼らはワグネルの兵士を殺している、と主張した。ロ軍が首都キーウなどに巡航ミサイル25発発射、うち23発迎撃、ウクライナ発表。ロイター通信はウクライナ側の発表として、ロシア軍が9日朝にかけて巡航ミサイル25発をウクライナの首都キーウなどに発射し、うち23発が迎撃されたと報じました。ウクライナ政府高官は、ロシアは殺人者のパレードの前に平和な都市を攻撃した、と非難しました。ゼレンスキー大統領、ロシアはバフムトを制圧できず勝利を誇示できなかった。彼らが5月9日までに間に合わせたかった最後の本当に重要な作戦だった。同じ日、ゼレンスキー大統領は、ロシア側が戦勝記念日までに東部の激戦地バフムトを制圧できなかったとして攻防が続いていることを強調しました。ゼレンスキー氏、現在の侵略者が敗れるのも時間の問題。プーチン氏演説に対抗。ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は9日のビデオ演説で、ウクライナを侵略するロシアのプーチン政権に対し、78年前の侵略者と同様、現在の侵略者が敗れるのも時間の問題だ、と述べた。旧ソ連の対ドイツ戦勝記念日にあたる9日のプーチン大統領演説に対応するもので、大規模な反転攻勢に向けて士気を鼓舞する狙いがあるとみられる。ゼレンスキー氏は演説で、同日キーウを訪れた欧州連合 EU のウルズラ・フォンデアライエン欧州委員長と武器支援や対ロ制裁強化について協議したことを明らかにし、勇敢な兵士と自由世界の共同の力によってロシアは打ち破られることになる、と述べた。一方、ウクライナ外務省は同日、
モスクワ中心部赤の広場で開かれた戦勝記念日の軍事パレードにカザフスタンやアルメニアなどの首脳が参加したことに対し、クレムリン、プーチン政権に利用されるべきではないとする声明を発表し、不快感を示した。プーチンロ大統領は記念日の演説で、ウクライナ侵略を大祖国戦争と呼ばれる独ソ戦にすり替えて、米欧を批判していた。これ以上戦争が長引けばロシアは解体を余儀なくされる。プーチンの最側近が停戦を訴え始めたわけ。勝利を宣言して戦争を終結させるべきだ。ロシア傭兵集団ワグネルのトップが4月中旬、実質的な停戦を求めるメッセージを発表した。ワグネルはロシアによるウクライナ侵攻に兵士を送り込んでいるが、戦争はプーチン大統領の当初の目論見を外れ、泥沼化している。トップによる今回の発言は、停戦へ持ち込まなければ、ワグネルの維持に問題が生じるとの焦りがにじみ出た形と言えそうだ。急遽数万人の囚人を雇って、頭数を稼いだワグネルだが、海外報道によると、訓練不足による大規模な兵員喪失に加え、前線の維持に多額の支出を迫られ、経済的な痛手を負っているとの指摘がある。ブルームバーグによると、ワグネルを率いるエフゲニー・プリゴジン氏は4月15日、メッセージアプリ、テレグラム上で私見を発信した。ロシアはウクライナでの特別軍事作戦の目標を達成したと宣言すべきだと述べ、これにより、これまでに占領した領土の維持に専念できるとする内容だ。長期化すればロシアは解体する。アメリカ議会が出資する放送局のラジオフリーヨーロッパは、このメッセージにおいて同氏が、さらに踏み込んだ発言を行ったと報じている。ウクライナでの紛争が長期化するにつれ、ロシアの解体につながる恐れがあると指摘したという。プリゴジン氏はメッセージを通じ、昨日まで特別作戦を支持していた人々の多くが、今日は疑念を抱くか、もしくは状況に対して断固反対の立場を取っている、と述べ、特別軍事作戦の厳しい現状を指摘した。氏は、ウクライナ侵攻での目標はすでに達成されたとの見解を明かし、戦闘を終結するよう主張している。イスラエルのエルサレムポストは、発言にはプーチン氏への一定の配慮が含まれていると見る。プリゴジン氏はメッセージにおいて、ロシアはウクライナの領土の大部分を占領したと主張し、作戦が成功裏に終わったとのスタンスを強調した。以前からプーチン氏との見解の相違が指摘されていたプリゴジン氏だが、今回の発言においては、ロシアの権力を脅かすものは何ら存在しないと述べ、プーチン氏を立てた形となる。対面を捨ててでも迅速に戦闘終了を促したい意図がありそうだ。訓練不足の囚人は戦力にならなかった。終戦や和平交渉への転換をちらつかせるこのメッセージには、長引く戦況に痛手を負うワグネルの狼狽が透けて見える。ニューヨークタイムズ紙は、ロシア正規軍でさえも動員による政治的コストが課題となっていると指摘する。また、徴兵から部隊を組織し、訓練を経て戦場に送るまでに時間的コストや経済的コストが無視できない。ワグネルの場合も状況は似たようなもので、ほとんど戦闘経験のない元囚人たちを大量に雇い前線に送り出している。同氏はアメリカ政府筋の見解を取り上げ、ワグネルの囚人からの新兵など前線に急いで送り出された部隊はすぐに大砲の餌食になるのだと指摘している。囚人から雇用した兵士の数をワグネルは公表していないが、数万人規模になるとの見方がある。ロシア独立紙のモスクワタイムズは4月、同じく独立系のニュースメディアメディアゾナの報道を取り上げ、ロシアで収監中の囚人の数が1万7000人ほど減少していると報じた。メディアゾナによると、侵攻以前の囚人数はむしろわずかに増加傾向にあった。そのため、この急激な減少の数は直接傭兵として連れ出された囚人の数を表している可能性があるという。1万7000人という数字はロシアの半分以下の地域の動向を集計したものだ。ロシア全土ではさらに多くの囚人が傭兵として採用された可能性がある。米 CNN は2月、ワグネルがロシア全土の刑務所にいた4万から5万人の囚人と契約を結んだと報じていた。